最大10連休となった今年のゴールデンウィークも今日が最終日。神戸の観光地は家族連れなど多くの人でにぎわいました。今年は3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなりました。最大10連休となった大型連休も今日が最終日。神戸の観光地南京町は多くの観光客らでにぎわっていました。このご時世なんで出かけることも遊びに行くこともちょっと控えてた部分は結構多かったんで、たまにはハメ外せてよかったと思います。久しぶりなので楽しく過ごせました、はい、もっと休みたかったです。おにぎわい取り戻してる感じで、ね、本当週末って感じがしていいなと思いました。明日からまた普通に仕事始まりますんで、はい、頑張ります。